度も。まあ3年間お疲れ様でしたっていうか、まあいろいろあったないことしたね。まあ本当にそういう状況下の中で、まあ、あの下級生はよく見とかなあかんよ。はい、だから招いてることであったりとかあるんやから、まあ、そういった状況の中でいかにちゃんとやるかっていうことの大切さやな、人として。はい、そういう部分の話についてはやっぱりこれはもう普段から育ってきてる中で自然と保護者の方から教えてもらっていることであったりとか、そこを厳しく言われてる、そういった部分がやっぱりコート上で出せるっていうのは、ただ時間かけてやってきたんですよ。すごく大事でも、家庭を大事にしろ、はいはいはい、自分が誇れんやったら家庭、家庭どんな時間かかってやったら自分に発表する。はい、下向くというのは大事、3年生の子さんに含めて応援してもらって、そういう気持ちをコート上では選手は雑談しちゃうかなと思う。もちろんあの結果として勝ちたかったけども、もうその勝負やから勝てるチームっていうのはもう一部しかおらんねん。そうなんですよ。だから、でやってきたことっていうのを大事にして、自分の人生に期待と決めてるよ。はいはい。はいはい。はい、何年生お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。肩を組んでた。照りつける太陽の下、相手チームよりも少し笑顔でやって、それたちの声ができたと思って、結果を出しましたけど全員やりきってできたかなって思ってます。本当にありがとうございました。今流れ出す駆け抜けた。今年のインターハイも去年のインターカップも本当に自分たちのバスケットができてなくて、まあ、今までのこの1年の試合も本当に自分たちのバスケができてなくて、すごくみんな悩んだりとかっていうのがすごい多くて、いろんなことも起きた1年だったんですけど、最後の最後はみんなで笑って、もう何があっても笑って、その相手チームさんが本当に技術がお上手で、そういう上手いプレーとか自分たちできないんで、もう泥臭いところで勝っていこうっていう風に喋ってたんで、もうその通り全員笑って笑顔で試合臨めて、初めからの流れもすごい良くて、ディフェンスからあのブレイクだったりとか相手のミスを誘う部分だったりとかすごいできてたと思うので、自分たちのバスケットができた1試合でした。バスケでは本当に悩んだことも多かったですし、キャプテン、この1年キャプテンさせてもらって本当に辛いことがたくさんあって、今病んだ時とかもあったんですけど、このメンバーでできてよかったです。いけー